入れた、うん、OK。 こっから5キロになったよ。5キロやね。行こうも。よし行こう。あー、また。いい景色。ねえ。あと20分。頑張って。てか結構登るね。ねえ。ひたすら最高。いいね。ねえ、青い車がね。おはようございます。おはようございます。はーい、おはようございます。いや、淳です。サワディや。サワダさん、やべえ、オーラもかっこいい。サワディや。サワディか。そういうくだりがあるのね。いや、俺が勝手に言ってる。どこから走ってきたんですか。いや、宿から来ただけ。あ、宿どこに来るの。そこの、何なんだっけ、別荘街みたいなのが近くにあって、めっちゃいいですね。実はこれシールになってますので、はい、ハイで貼れるようになってます。あー、なるほど、はい、で、T シャツと、こちら、資料になってます。はい、はい、チェックインってできましたか、アプリの。あ、できたと思います。はい、もうここになってるから。あ、大丈夫ですね。いいですかね。はい、ありがとうございます。開会式場もやるかということで、開会式するのにまだ人来てないですよ。来れるのかな。どこに行ってるの赤瀬くんたちは。あ、ラーおかしい。はい、あ、来た。いやいや、どこに行ってるのかな。違うところに行くのね。下ったんじゃないですか。そう血吐いてた。ブーって血吐いてよ。赤いジャージでよかったね、赤瀬。同化して。赤で同化しやがって。あ、ゼッケンあるんだ。うん、あ、シール、それ。貼って貼って。シール。すぐ剥がせるやつ。背中どこがいいところ。真ん中？ナンバーワンやん。一番に。センターにいい。うん、いい。センター行っちゃうよ。うん、おじい剥がせんけね。指の湿り気がない。もうカッサカサや。やかましいわ。お願いします。いいかな。はい、あばす。これは今の感じだと130、40ぐらい。もともとこのフレーム自体は結構安いフレームなんですよ。そのインスペース自体がお買い得、かなりお買い得なんですよ。その機能とかに比べると。カンパの EPS が、そのカンパの EPS にこのカチャカチャするやつじゃないですか。この変速機能とかもする。このメーカーがイタリアのメーカーで、まあ由緒正しいって昔からあるすごい老舗のやつなんですけど、これがバチクソ高い。それがその中で一番高いやつなんですよ、これ今。電動 EPS って言うんですけど、電動でこのギアが動くんですよ。ウィンウィンウィンしてたんですけど、これ一式で60万ですね、くらい。変速させるためだけなのに、そう、5、60万ですよ。あれ今70万ぐらいするんでしたっけ。いや、もうどんどん上がるでしょうね。そうで、今このホイールもこれレース用のハイパーってついてて、まあ、でもこれもそんなに高くないですね。これだ、ルンハイパー、あ、ルノーハイパーハイパーってやつなんですね。はい、結構いいですよ。めっちゃいいって言ってみんななんかで、次出るメガがやばいっす。あ、マジでやばいっすよ。結構お値段もかなりありますね。上がるっすよね。はい、
最高級中みたいな感じです。でもやっぱ物はめっちゃいいんで、だからそのライトエイトとかその辺買おうと思ったらもっとするじゃないですか。だからそこまで買えないけどあのグレードのホイールを使いたいって人はいいと思います。ルンっていうのが中国のやつ？あ、そうです。なんかでも中華のくくりじゃなんかは最近くくりない、なんか前の中華となんか全然、ね、安かろう悪かろうじゃない感じになってきました。いろいろある。むしろなんかこうクオリティがどんどん上がってきて、結局海外のいいメーカーのやつも中国で作ってるじゃないですか。そういうことする。そうだからそのノウハウがあるからむしろ強いんですよ。技術が集まってると言っても過言じゃないんで。だって S ワークスだってあれ台湾製で、 S ワークスとかカニオンとか全然アジアでできてる。アメリカじゃないんだね。そうなの。 S ワークス台湾でも台湾でなんかできてる。あ、これ見てください。いや、あね、もうちょいお待ちよって LINE が来た。チー上げながら上がってきよるね。モーニングコーヒーでもしようんじゃない。どっかで一回しばきます。一回ちゃんしばきます。コーヒーから始まるっていうのもあるんですね。俺飲もうかな、これ。もう、いけるんですかね。あ、どうなんすかね。誰もスタートせんかったよ。無線で言わないといけないよね。ここの皆さん、ここでくつろいでます。談笑してます。ここの絵、沢田です。まだ全員来てないので、コーヒーでも飲みながらチルしようと思います。いいね。おはようございます。黒枝監督から、じゃあこの絵の皆さん、チルしてください。よし。こう、そう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 。こう、あ、こうです。こう、だ、だ、そうそう。こう、こう、あ、そう。オッケー。ありがとうございます。全部指開いちゃった。S ってなんか難しいね。意外と難しい。S ってどうだっけ？慣れてないとあの腕がこうなんか吊りそうになる。こうか。あ、ジープ誰ですか？ジープ。ジープ私です。あ、めっちゃっぽいっすね。あ、でもすっげえ全然荷物チャリ1台がバラさないと思ってバラしてギリギリ1台です。あ、まあかっこよさにはあれですね、叶わないです。燃費も悪いし。僕もハイラックスかっこよさだけで買ったんすから。いやー、かっこいいもん。最近あの後ろホロをつけたんですよ。あー、あれ便利です。あれめっちゃ便利っすね。なんかあー、幅が増えたから。あれもサワディの車っす。あ、僕の車っす。かっこいい。そうなんだ。すごい。チームカーじゃないのね。シでもスパークルカラーですね。あ、そうです。もともと僕青好き で、ハイネックス買うなら絶対あの青って決めてて、で買ったんですけど。かっこいい。で買った半年後にあのリニューアルしました。あれ、どこって聞いてた。はい。言ったの誰？博士のハローか。多分一人いたんで。あ、ちょっと荷物置いてた。開会式？もう終わったよ。え、嘘。初めてだね、見つかる。マジ？あのツールド九州って、はい、あれ大分ステージでこの辺走るんですか？大分ステージは下なんで、もうちょっとは。あ、山根の上とか走らないです。走らないですかね。鶴見九州は今のところなんですけど、あのオートプレススタートして、で下駅の方に下っていく感じです。ああ、そっち側なんですね。で下駅でまた周回して。10月です。10月だからめちゃめちゃ忙しいですね。このチェックポイントに行ったら、え、なんかエイドみたいな感じになってるんですか？各スポットっていうよりかは各スタート地点にあるんで。ああ、だから行く竹田は多分あるんで。そうですね、だから竹田に行くのもあるんで、結構あるんですよ。竹田は時間がないけん分からない。うん、集合写真撮って。あ、じゃあ後で。
うん、送る。下がります。どん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 下がっていく。道路まで出てこう。真ん中に。真ん中に。おはようございます。じゃあよし、82点アップ。はい、簡単に次行くよ。サワディールート、俺のルートじゃねえけんねここ大事やけんね。サワディのせいで元のせいで行きますか。行きましょう。2時までには。はい、わかりました。頑張ってください。行ってきまーす。行ってきまーす。どっち向こう？あっち。あっちね。